もこんにちは、みんな大好きゆら様です。というわけで、本日はチャリティーサマラン動画、この動画はですね、みほさんの提供で皆様のもとにお届けしております。というわけで、今日はですね、渋谷の近辺のライブハウスをわーっとこう、撮って走って回ろうかと思っております。今日考えているルート的にですね、今南青山マンダラにいます。ここからスタートして、原宿行って青山、原宿、渋谷、恵比寿、最後目黒まで行きたいなと思っております。じゃあ早速行ってみたいと思います。ナイスラレッツラよいしょ。というわけでね、さっきのが南青山マンダラです。よいしょ。僕的には抱っことかでね、よくお世話になっておりますね。すごくこう昔からあって、なんか雰囲気があってですね、座ってこうお食事食べながらライブが見れるみたいな、そういったところです。ちなみにここまで来てあれなんですけど、カメラを回し始めた途端に雨降ってきたんですよね。参ったな。できるだけね、あれが持ちこたえてほしいですね。青山でもいい246号線です。よいしょ。青山といえば青山リズム、まだこの青山、原宿、渋谷の位置関係をね、いまいち分かってないっていう。よいしょ。地図を見ながらいろいろ行きたいと思います。明治神宮外苑、明治神宮ってこっからも明治神宮。この気持ちいい道、あちょっと突っ切って原宿の方まで行きたいと思ってますんで、その前に青山リズムが間もなくです。あ、看板見えた。そうだ、もう見えた。よいしょ。はい、リズム、ね、この時間なんでさすがにまだ空いてないですけど、下に行けばいいそうです。はい、というわけでじゃあ青山リズムを後にして原宿の方に向かいたいと思います。原宿ルイードかな。原宿ルイード。よいしょ。じゃあちょっとこのイチョウ並木を通っていきましょう。晴れてたらね、もっといい景色だったと思うんですけどね。あ、でも通るの初めてかも。あ、これすごいよ。ほら、気持ちいいやつ。イチョウ並木っていうぐらいなんで全部イチョウなんですよね。ってことは秋に来たら、いやすごいな、それは前走ってる人もいるわ。すごい。よし、すごい静か。多分お昼間こんな堂々とこの道走れないですよ。あ、国立競技場見えた。完全にこれそうでしょ。はい、国立競技場。さっきから原宿の方に、周りを走るだけでもだいぶ気持ちよさそうですね。この辺、よいしょ。明治通りだ。明治通りに出た。ってことは、まあ本当朝早いんでまだ人少ないですけど、渋谷の方もあれだろうな。
ブレインと若者たちとかウエストインスタのあたりを溜まってそうな嫌だな。そこでカメラ回すタキスタロール入ります。朝は人少ない。逆にこんな人少ない竹下通り初めてかも。すげえ初めてかも。すごいすごい。それに少し待ってますよ、ね、できた原宿ビンゴやってまいりました。ででん、オッケー。車で来ると大変です。特に昼間はね、竹下通りの方は抜けてこれないんで、ここからぐるっと回ってくってね。こんな時間に来ることがあるで変な感じしますね。ジャニーズグッズ、人がいっぱいの竹下通りしか見たことないんで。昔ここ、ね、20代前半の頃衣装を着て回ってこうねリアル入れたんですよね。人が回って集まって、で僕らも東京でできたてで何も分からなかったんで、その後ここ確か車乗ってビンチって気がするんですよ。人混みの中よくこの竹下通りを車で走ってたんだっていう、なかなか勇気いりますよ。原宿駅こっからだと遠いくんないかな。代々木第一、代々木第一行ってみる。ってことは神宮橋通るな。神宮橋、せっかくやからな。せっかくやからほらもう原宿駅めっちゃ綺麗もん。はい、というわけで神宮橋、思い入れがある人もたくさんいるんじゃないですか、ね、写真撮ろう。ここサムネにしようかな。というわけでみんな大好き神宮橋です、ね、昔ここでねフリーライブやったことあるんですよなんかたくさん人が集まりすぎて、怖い人が来ました当時のスタッフが連れて行かれそうになってましたそんな思い出よいしょ、ね、はい、はい、代々木第一です。代々木第一体育館よいしょ。昔イベントでステージ立たせてもらったことあります。でかかったな。ステッカーね。あれ出れへんのかな、こっち。やべ、ミスったかな。出れへんかも。さあ、もう渋谷ですよ。さあ、渋谷です。渋谷公会堂っていう名前で書いてある、うん、入り口ってどこにあるの運入口は分かるんですけどね。お客さんの入り口ってどっち。ここにあるの。お客さんの入り口ここでいいのか、
ね、何キロ渋谷 NHK ホールがすぐそこのはずなんやけど、これまた入り口知らないですよね。入り口知らんな。うん、改修工事してるな。改修工事してたな。今調べたらこれ多分そうだ。 OK。 じゃあ渋谷周りのライブハウス行きましょう。こっから近いところで言うとスターラウンジとか。はい、スターラウンジ来た来た。そしたらチェルシオ建物でライブハウスに並んでるってすごい。並んでるとか同じ建物内にあるってすごい。まあ、ちなみにすぐそこ降りたところがあれですね、お友達のヒーロー君がやってるエステディアリリーがありますね。あの有名な、まあ、した商品は必ず楽天で1位を取る有名なヒーロー君のところのディアリリーがすぐそこにある。ぜひお近くに寄った際は。でも全然予約取れないらしいですね。WWW は近いはず。ちょっと今閉まっちゃってますけど書いてるわ。 WWW はこっちで WWWX はこっち。なるほどっていう感じみたいです。お客さんは多分こっちの入り口よね。みんなたどり着きました。逆にこっちから入ったことないかも。 OK、はい、無事にクワトロもたどり着きました。さあ行くか。あっち側に。この時間やだな。中も多そうだな。ウエスト、イースト、あの辺りって言いますか、エイジアとかあるよね。あとデセオ。まあでもそんなにそんなに若者いなさそうやな。極端にこのクラブ帰りの若者たちにビビってる僕ですよ。何があったとかはないですけど。あ、やっぱ人多いぞ。よいしょ。こんなカメラ持って走ってたらなんか言われそうじゃないですか。 YouTuber って。はい、クラブエイジア。じゃんじゃん。よいしょ。ということで、あ、クレストあんな。クレスト、若者は、若者は道でいっぱい寝てるの。若者がいっぱい道で寝てるわ。入ってるわけで。オーベスト、じゃじゃん。みんなが行くローソン、オーベスト、ネスト。あ、イーストはね、今ちなみにシャッター閉まってます。朝早いんで。こっちイースト。こっちイースト。ウエストは誰かのお花あります。すぐそこがデセオ。いいですね。あ、だからそこが渋谷デュオですね。渋谷デュオもあるわ。いっぱいあるな。で、ここデセオ、ね、これデセオ。
さあレックスの方行こうか。はい、レックス乗ってきた。はい、着きました。レックス、みんな大好きレックス。ラママって近いよね。ラママかの有名な老舗、一回出たことあるかな。ラママどこやったっけ。あ、ここだ、ラママ老舗ですね。プレジャー、プレジャー行こう。カレーニクのとこっすね。何回やったっけ、何回やったっけ。あー、これだこれだ。目印はユニクロ。オッケー、一通り出たことありそうなとこは行ったんじゃないかな。よいしょ。じゃあ渋谷を後にして恵比寿向かってみますか。恵比寿に行ってみよう。なんだかんだでぐるぐる回り回って恵比寿リキッドで10キロぐらいな。一回そこで動画を止めて車に戻った方がいいな。iPhone の充電なくなっちゃうんで充電なくなると僕戻れないんで一旦恵比寿リキッドをゴールにしたいと思います。というわけで目黒にやってきました。ドドン、鹿鳴館、鹿鳴館です。よいしょ、じゃんじゃん、見えるかな。鹿鳴館です。ちゃんと移転する前に来れた。ありがとうございました。レストラン。